番稽古プラス。そうです。Yeah.
様、窓小腹までありがとうございます。ほとんどの方が大阪ね、まあ、ゆさんは和歌山やけどね、なかなか遠路はるばるの奈良県までの道のりを皆様に来ていただきまして、けちゃん、ありがとうございます。声のリバーブが欲しい。あ、って言ってね。あはだいぶ来たよ。来たよ。頑張って斉藤和義さんをちょっと見てよ。難しいことじゃない、ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ。ああ、目を閉じれば胸の中に映る
ね、雨が心配だったのに。そうそう、なんとかリーダーまで行くと、落ちそうやわ。行くといいですね。大丈夫かな。うん、そんな時多分大丈夫やって思って、雨の歌いきますね。降るで降るかな、雨を呼ぼうとしてこれで降ってリーダーの時びしょびしょになったらもうそれはもう謝ろう、みんなで、あ、みんなで謝らんでよ、犯人は俺やということでしょ。
かぐや姫を縛りっていうのをね、こんなことする人いてるでしょ藤井寺の方に。これで一人こんなことする人、あの人の企画でね、清さんが行きはったんです。中瀬さんがね、笠の静歌ってって言って言われてね、覚えてる中瀬さん。あ、忘れてるわ。で、あの、誰もサポートできなかったので中瀬さんがサポートしてくれましたね。ありがとうございました。多分忘れてるだけ。何でも言ってんの、客席で何でも言ってんの。こんなことする人やな。えらい高いギター持ってる人や。藤井殿の人や。そうそうそう、平野の人や。名前は言うたって、ね、こんな人ないで。名前言うた、名前言うたお前さんと同じ。思い出したわ。そっちからそっちから。あの頃の僕は若すぎて、君の気まぐれを許せなかった。二人でいつも勝ってた。
もうこの古いアルバムの中の思い出の人として小さな灰皿の中で燃えてゆくのです。君の長い髪はとても素敵だったと言いたかった。こけながら、こけながらもここまで来たね。俺赤ちゃん生まれるからね。カマキリ。さあ。この後はユイマールさん。ユイマールさんち初めてね。そうやね。ユイマールさんと。ジュンマルさん。ジュンマルさんとカコさん。うん、楽しみ。楽しみ。プレッシャー。プレッシャーを大事。最後はもうね、9組まとめてリーダーが背負うから。そうそうそう。大鳥はリーダーと知らん顔して後ろ向かないの。全然俺しか関係ないわみたいな顔して。最後の曲いきます。Let's go.
ありがとうございました。ありがとうございました。ケイコプラス。お疲れ様でした。